20の推しメンバーランキングが発表っていうのがあって、どうやらそういうのが発表されたらしいので、ちょっとこれについてあれやこれや言ってみたいと思います。文化系トーク YouTube グランパンパスです。ネットラボさんでですね、20の推しメンバーランキングが発表ということで、人気上昇中の9人組ガールズグループ20をあなたは知っていますかっていう形でね、あるんですけれどもね、 LINE でどうやらインタビューを取ったようでして、リサーチをしたやつなんだそうですね。はい、 LINE が運営するリサーチプラットフォームってことだそうで、はい、まあそういう感じなんで、まあ抜粋しながら紹介しますが、まず20っていうね、グループのことを知っている知らないっていう人のところと、あと興味がある興味がないっていうところで分かれるっていうねところもあって、まずその前に人気の推しメンバーで3位がリマ、2位がマコ、1位がミーヒ、おめでとうミーヒっていうことで、まあ実力派メンバーというか順当ですね。うん、まあ順当だし、みんなそうだろうなって思う人たち、もうミーヒのね、まあやっぱり人気なんですね。うん、ちなみにそのリマとかマコとかミーヒとかも人気がある層というのがね、まあ見ているね人たちの層というのが分かれたりして、マコは結構ね40代から50代の女性からの人気が高くて、ミーヒは女性だと10代から30代、男性だと20代から40代ぐらいが人気っていうところがあり、そうだ、リマはですね、10代から30代の女性からの人気っていうところで、まあそうですね、確かに周りにもリマ推しとミーヒ推し、マコ推しが多い気がします。これ10代の男子がね、リク好きなんですよね。リク1位、2位がミーヒ、ミーヒは強いな。3位がリオ、これ10代男子ですね。で、10代女子は、1位ミーヒ、2位マコ、3位リマ。ここは順当ですね。でね、リクが、あと20代の男子でも2位に入っていて、そう、リクって私女性に人気があるのかなって思ったんだけど、リク男子か、若い男子から人気なんですね。全然そのイメージがなかった。で、彩香が結構40代の男性、女性、50代の男性とかでもあるし、50代男性の彩香が1位ですね。だから彩香の人気というのは結構そう40代以上の方に多いっていうところ。で、大体ね、ミーヒがね、1位を代打取ってるところが多くてね、マコかミーヒですね。マヤもちょっと入ってるけど、まあそういう感じのようです。あとまあ、20をまず知っているっていう人たちが、まずね、男性だと全く知らないって人が全てのところで 50% ぐらいいるんですね。で、知ってて興味があるって人は結構まあ 10% から 16%、18% ぐらい。だから男性は知らない人がも知らない人も多く、知ってても興味がない人も多いというところ で、女性の場合は知らない人っていうのが結構少なくて、知ってて興味がある人たちもなんかもう 30% ぐらいいたりすると、うん、知ってて興味がないって人もいるけれども、そうだからやっぱね、女性はだいたい20みんな知ってるんですよね。なんかこう、まあもともと男性より女性の方がそういう流行とか情報とかをね、芸能の情報とか仕入れる耳がすごく優れているっていうのはあるのかもしれないんですけども、じゃあ私の意見ですけども、まあこれ LINE で調べたところでもあるし、まあ実際のところどのぐらいまで信憑性があるかっていうのもわかりませんしね。まあこれについて、1位とかね、9位とか決めるのはやめた方がいいっていうようなことを言ってる人もいますけれども、まあ単純にただのリサーチだったりはするので、それにまあそういうねやつがあった方が、例えばどういう層に誰をどういう感じの仕事をさせるかっていうのが結構わかりやすいですからね。例えば10代20代の男子にリクが人気なのであれば、例えば少年がね、若い男子が読むような本とかそういうゲームとかのコンテンツにリクを CM で出させるとかね、そういう感じか、そういうこともできるわけですから。あとはマヤとかは結構50代の女性に人気があったので、そういう50代の女性とかが見そうな、まあ例えばドラマ、まあ韓流ドラマでも日本のドラマでもいいけども、そういうドラマとかにマヤちゃんが出るといいのかなっていうふうに思いますね。はい。で、このね、LINE のリサーチがどのぐらい信憑性があるのかって分かりませんが、マユカの人気がすごい上がってるっていうことをね、この段階では結構前に調査しているやつなので、この段階ではまだマユカの人気のところがね、そんなに、なかったのかもしれない。そういうフィーチャーされてなかったのかもしれないと。いや、マユカの、
グッズですけども、結構一番先かどうか知らないけど結構もう完売しちゃってとか、マユカ人気がここに来てどうも高まってるそうですよ。あのね、マユカ、あの私もね、あの動画撮ってマユカ関連の動画が一番再生されたりもするので、今のところ最近はね、まあ私のね、そういう小さいコミュニティの中でもマユカの人気ってなんかわかるので、そうだから実はこの調査をしたのは結構前の方なんで、8月のね、中盤とかかな。だからちょっとここに来てね、実はマユカ人気がね来ているっていうのがあるから、もうこのねリサーチしたやつもどのぐらいまでその結果がね反映されているか分かりませんですね。マユカは一体どのぐらいあたり人気があるのかっていう、そう、まあ私もね、ご多分に漏れずミーヒ推しなんですけれどもね、はい、まあミーヒ可愛いですからね。なんかね、マユカがね最近いいんですよね。ニジプロの時に結局前の どっかの動画でも言いましたが、ニジプロのパフォーマンスの時の一番残ってるっていうか、インパクトがすごい残ってるのがミーヒのノーバディと、マユカのハートビートの最初のラップなんですよね。うん、あの二つがね実は一番印象に残ってるっていうところがあってね。うん、そう、まあちょっと前の動画で2個前か3個前か、マユカとリマのラップが実は最重要で、あれを聞かせれば20どんなもんなのって言ってるやつらも、お、20本物じゃねえかっていう風にきっと思うだろうぜっていう話さ。しかもそのね、パフォーマンスをしながら MV でダンスしながらフォーメーション組みながらラップをしているマユカとリマを見てほしいっていうところもありますね。うん、まあそれを見ても分かんない人は分かんないんだと思うんだけれども、はい、というわけで、まあ、LINE がリサーチしたそういう結果で、まあ、3位が、まあ、総合のやつでは3位がリマ、2位がマコ、1位がミーヒというね、人気順になったということでございます。ただ、やっぱそれぞれ9人がね、9人ともね、それぞれの個性が違うので、いろんな活躍が今後見込まれますね、できるでしょうね。はい。そしてこの間のね、ザ・ミュージック・デイで、20ファンも随分増えたようですし、VTuber が増えたようですしね、もう本格的にデビューしてからの、ね、快進撃が本当に楽しみなグループでありますね。はい、皆さんの推しは誰ですか。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。